月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く、右向け右という番組です。今夜のゲストは、ノンフィクション作家の早坂隆さん、私どもの雑誌にもたびたびお書きいただいてますけど、今度ですね、その私どもの社からこの昭和史の声というですね、本を出していただきまして、これ表紙なかなかいいでしょ。これ両陛下がパラオに行かれた時にペリリューにはちょっと渡れなかったので、ペリリューの方向にいや、これはペリリューです。これがペリリュー、はい、ペリリューアンガウル島を向いて、アンガウル島を向いて、はい、あれだったそうですね、はい、というね、印象的な写真ですけど、これが表紙で若い人に読んでほしいなと思いましたね。これはそうですね、本を作ってる段階から、はい、編集者の方と若い人にも手を取っていただけるような内容にしようということで作りました。そろそろ8月15日ですけどね、靖国参拝がですね、はい、いつも何かとこう問題になりますけど、早坂さんは靖国についてはどういうふうにお考えですか。はい、今まさに今日この収録の前にも靖国神社今参拝してきたところなんですけど、そうなんですか。というのは15日が毎年、まあ、みんな集まる日なんですけど、そうですね、今年は分散ということで、そうですね、まあ、今週1週間ですね、うん、それぞれ参拝していただければという、まあ、神社側からの、まあ、要望も出てるんですけど、うん、まあ、そういうことで、まあ、私は今日行ってきたんですけれども、うん、まあ、ただ私自身は15日だけにですね、はい、こだわる必要は毎年、特にないのかなとは思っています。で、閣僚の方ですとか、はい、首相の方も当然参拝していただきたいと思ってますけれども、まあ、15日だけじゃなくてですね、靖国神社というのは秋と、まあ、春の例大祭というのが一番中心ともいえるものですので、まあ、その例大祭ですね、ですとか、まあ、本当に日頃からですね、普通にお参りできる環境になればいいなというふうに思ってます。それがいちいちこうニュースになる方が、おかしいかなと思ってますけどね。中間をもんぱかって、その閣僚がですね、まあ、特に総理などもですね、はい、まあ、参拝しないというのは非常におかしいですよね、これ。そうですね、ですから、まあ、一つ問題になるのはメディアだと思うんですよね。閣僚が参拝した時にこう、はい、ネガティブな形で伝えたりとかですね、それからその中間の反発は必死だみたいなことを書いてで、そこから反発が来るというようなですね、誘導するようなメディア報道というのが、まあ、ずっと今でも続いてますので、まあ、そういったところを変えていかないとなかなか、首相もね、参拝したい気持ちはあると思いますけど、ね、まあ、なかなかしづらいということで、まあ、メディアの問題かなというふうに一回思い切って、はい、参拝してしまえば、その雑音を消せると思うんですよね。そうですね、毎年8月15日に行きますと宣言してですね、行かれたらいいと思いますけどね。そうですね、これはもう日本の問題、日本人の心の問題ですので、それは近隣国が何か言うことではないというふうに、僕は毎朝安倍さんが あそこの渋谷の小島からですね、はい、官邸にいらっしゃる間にね、途中で寄ってですね、毎朝参拝してくれればですね、来ればですね、文句も言いようもないと思って、メディアも報じようがないですよね。そうなんですよ、本当にいつでも気軽に行っていいっていうのが、まあ、本当の参拝の仕方だと思います。意外に若い人たちではよく行ってる方がいますね。はい、そうですね。これは早坂さんどういうふうに考えてますか。今日もですね、まあ、結構いまして参拝して、若い方も多かったですね、家族連れの方もいらっしゃいますし、それから今年は今コロナの問題でちょっと減ってますけども、まあ、例年だと外国人の方もすごく近年増えていたりとか、まあ、一時期よりは靖国神社イコール軍国主義の象徴みたいなとらわれ方は減ってるのかなというふうには思ってます。そんな中で若い方がですね、その
偏った、はい、見方にとらわれることなくですね、うん、すごく自然な形で静かにお参りするという方が増えてるのは、すごくいいことだなと思ってますけども、優秀館に行ってね、まあ、一回りして、はい、最後にずらーっとこういろんな方の顔写真が並んでますよね、はい、あれ見ると、まあ、もちろん兵服を着た方もいるし、それから看護婦の方もいるし、はい、学生もいるし、学生服を着た人もいるしですね、もう何百人という人の顔写真が並んでるとね、いや、こんな若い人がね、亡くなっていったんだなと思うとね、非常に悲しくなりますよね、はい、あれはね、特攻隊の方なんかも ね、 ね、もう本当に若い方々で、ね、あと衣装ね、はい、衣装ですね。ですから、そういった展示っていうのは本当に若い人にも伝わるものだと思いますので、ですから例えば修学旅行なんかも、はい、ディズニーランドじゃなくてですね、優秀館に行けばですね、本当の教育の場になると思うんですね、そこでまあいろんな意見があって、はい、また議論すればいいわけですしね、優秀館と昭和館にね、はい、近くになりますけど、そうですね、2つにぜひ行ってほしいと思うんですけどね、本当にそう思いますね、はい、とても面白いですよね、昭和館なんかは、はい、この表紙にもなってますけどね、はい、パラオに両陛下が行かれた時に、はい、フリージャーナリストでは早坂さんだけが同行されてるんですけどね、はい、これはどうして可能だったんですか。ですね、はい、パラオの、同行取材という形なんですけれども、はい、雑誌月刊誌の、はい、記事を書くということで、うん、出版社から、うん、あ、なるほど、申し込んだといいますか、うん、それで参加が許されてですね、うん、戦後70年の時ですね、両陛下がパラオに慰霊の旅ということで、うんうん、で本当に羽田から両陛下と同じ飛行機に乗ってですね、両陛下と同じ飛行機ですか、それで同行2日間ですね、うん、ずっとさせていただいたんですけれども、うん、取材陣自体は、30、40人ですかね、はい、いらっしゃいましたけども、うん、主にテレビですとか、新聞の、そうですよね、もう本当に皇室版といいますか、うん、皆さんも顔見知りの記者なんですね、それぞれ ね、 ね、うん、で私だけフリーランスで一人こう混じってですね、はい、担当編集者と一緒ですけれども、うん、2日間取材させていただきまして、テレビでもよく報道されたと思いますけども、はい、両陛下がですね、慰霊碑の前で頭を垂れてということで、うん、場面のは私後ろの方でですね、うん、現場にいさせていただいたという形になります、うんうん、で、両陛下は、1泊2日のご予定 で、はい、でしたけれども、私はそのままパラオに残ってですね、はい、同行取材陣の方も皆さんそれで一泊で帰られたんですけど、私だけも抜けてですね、現地に残って、でパラオの方にお話伺ってですね、取材をしたということですね。パラオもそうですけど、日本の南方統治っていうのは、まあ非常になんていうかうまくいっていたというか、現地の方とも非常になんていうか仲良くですね、生活しててね、はい、今でもパラオもそうですけど、サイパンでもね、うん、みんな当時のことを知っている方は日本を懐かしみますよね、日本の時代を。そうですね、うん、それは現地で取材させていただいて、うん、改めて強く感じたところです、うん、パラオの方々やっぱり本当に日本の統治自体をこう肯定的に捉えていると言いますか、うん、日本には良くしてもらったと、うん、町の港や、はい、いろいろな、ね、うん、インフラを整備してもらったのはもちろん、うん、教育を与えてくれた。そうですよね、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその
遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。